これだけ暖冬だとバイク乗りはありがたい。はい、秀吉です。どうもー。むちゃくちゃ暖冬。ライダーにはありがたい。これだけあったかいのも、はい、昼間寒くなく乗れそうな、はい、ぐらいあったかいでございますが、その代わり雪は少ない。はい、バイク最近乗れてませんけども。ですね、今日はですね、前回ですね、フロントのフォームの作り方という動画でをやらさせていただいたんですけども、その時にですね、ちょっと懐を作るというちょっというところがあったと思うんですけども、ちょっとその動画まだ見てない方は見ていただきたいなと思うんですけども、懐、前回はですね、こう、懐、くの字ですね、こう、くの字。はい、くの字。くの字の時にここの懐、はい、懐、この懐を作るっていうのが、こう、はい、というお話なんですけど、今日このテーマはですね、懐を作るというちょっとお話をしていきたいと思います。はい、まず懐の時のこのフォームなんですけれども、先ほどこう今やりましたね、こう、この懐、このくの字。で、この時はこう、後ろに乗る。後ろに乗ってるんですけれども、この時のフォームですね、ニュートラルのポジション、ニュートラル、このゼロの状態、ですね、フロントにもバックにも傾いてない状態、ゼロの状態、どちらでもまだ切り替えしてない、こう、切り替えてフラットができた時の、このゼロの状態のニュートラル、これをニュートラルとちょっと思っていただきたい。ゼロの状態。このニュートラルの時のポジションがどうなってますかというところがですね、ちょっとお話なんですけれども、ニュートラルのポジションはこれはすごく、これ重要ですので、ちょっと意識していただけると、こうさらにですね、安定感、こううまさが増すかなと思います。はい。ニュートラルのポジション、例えばですね、こうちょっと見えますかね、すみません、ちょっとでかいので、こう例えば、ね、人それぞれニュートラルがまあこうありますね、こう、このぐらいの人とか、このぐらいの人とか、このぐらいニュートラル、こんなあんまこんな人いないか、ニュートラル、こうニュートラルがこうね、ゼロの状態、ゼロ、切り替えた時のゼロの状態、例えば、切り替えました、この時に、イメージとしては抜きすぎない、切り替えの時に抜こう、こう抜きすぎない、こう、まあ、初めの頃はですね、こうちょっと仕方ないところもあるんですけれども、ちょっとだんだんカーミングがですね、こう上手くなってきたらですね、こうターン、上手くなってきたら、この切り替えの時に、まず抜きすぎないってことを意識してみてください。抜くっていうのは、こうですね、こう、あんまり立ち上がりすぎない。はい、よくでも検定ではね、こう立ち上がり切り替え、ね、立ち上がりバス中っていうのがあるんですけども、まあ、あれはあくまでも検定という含みなんですけれども、立ち上がることによって、こう切り替えやすくするという立ち上がり切り替えなんですけども、その時でも立ち上がり、まあ、極端なことで、こう立ち上がり切り替えでも、ここまで抜けすぎない。ここまで立ち上がる必要はありません。はい。で、だんだん上手くなるとですね、このニュートラルの時のポジションを、この懐を作るポジション、ニュートラル。これが絶えず、このニュートラルのこの、こう、ニュートラル、この、はい。絶えずこういう、この、懐を作るポジションっていうのを意識してみてください。はい。くの字。頭はこの前、はい、こういうイメージですね。懐、くの字。これ、ニュートラルを意識してみてください。ここはい、前向きすぎず。はい。ニュートラルっていうのがこうすごく大事ですので、このポジション。ちょっとしんどいですけど。はい、ニュートラルのポジションをこうちょっと意識してみると、また滑りのですね、この、どうしてこうニュートラルのゼロの状態が大事かと言いますと、ですね、より早く雪面をエッジで捉えれる姿勢でもあります。はい、意味合いとしては。こうそうすると、そのイメージが少し分かりやすいんですかね。はい。ニュートラル、こう、じゃあ、例えばこう立ち上がりすぎてる、ニュートラルね。こう、普段、ゼロの状態がこのぐらいの人、もしくはこのぐらいの人。
のぐらいの人ではこうカービングの時にですねこう捉えるスピード速さ圧力っていうのがやっぱり変わってくると思います。常にこのゼロの状態のニュートラルの基本姿勢がどうあるかがこうすごく大事で、その時にこの懐を作るポジションをこう作っていただける状態ですね。これがすごく重要になりますので、この辺を意識してみるとだいぶちょっと滑りの質も向上してくるんではないかなと思います。はい、このね懐を作るニュートラルのゼロの状態のフォームを意識してこうですねこうあんまりこう伸びた状態ではなくですね、はい、もう少しちょっと下に行ってこう懐を作ってくの字を作るですねいうフォームを意識してみてください。そうするとですねだいぶちょっと滑りの安定感っていうのがかなり増すんじゃないかなと思います。はい、ここですね非常にこのゼロの状態基本姿勢ニュートラルあなたのニュートラルの今ポジションはどこですかというのがちょっとポイントになります。このお話は、はい、あなたの今ニュートラルゼロの状態ゼロの姿勢がどこにありますかと、その時にちゃんと懐も作れてますかというねいうところをこう意識してみるとね今こうスマホでね友達に動画で撮ってもらって自分のね滑りをこう見るとよりよくわかるんじゃないかなと思いますので、そんなことやって、いろいろ研究してみてね、自分の滑りを見てみて、だんだん上手くなるかと思います。はい。今日はですね、このくの字懐を作るというね、ニュートラルのポジションのちょっと解説でした。はい。少しでもですね、1ミリでも少しでもですね、参考になっていただければ、はい、嬉しく思いますので、はい、今日どうもありがとうございました。はい。今日もどうも、ありがとうございました。ではまた。